はい、皆さんこんにちは。元気だ、おじいです。さあ今日はね、いつなのかな、今日は5月の30日木曜日、時刻の方は17時39分ですね。ちょっと時計離れてるんでね、そんなわけで今回は、はい、こちらとこちら2点、ノブサンドさんよりね、商品が到着しております。こちらの方をね、開封したいと思います。まずね、どちらから開封しようかな。じゃあちょっとこれ、こっち側、これなんだろうね。ちょっと字が読めないんで、開封したいと思います。てってれってれってれーん。よいしょ。はい。中にね、梱包されたものがまた出てきました。箱の中にまた箱。ね。らっきょうみたいだね、これね。ノブサンド、箱の中に箱。これなんて読むかわかんないけどね、うん。あ、なるほど。なるほど。わ、これはすごいじゃん。あ、これは新しいパターンだ。木だよ、これ。木の箱に入ってるよ。うわ、すっげえ。木の箱だよ。マジか。いや、何が入ってんの？すっごいね。いくよ。うわ、すごい。ほら、ここ見て。うわー。ほら。マジで。すげえゴージャスな箱。これ、どっちこれ。よいしょ。たーん。で、梱包されてるんでね、ちょっと中出すね。これは、はい。たーん。はい、お鍋のね、蓋みたいなやつ、これね。どう見てもね、なんかお鍋の蓋っぽいね。これは、文鎮はこれと、あ、これキャップはなんかこうして取れるね。いや、ほんと円盤と取って、まあ、ここはアルミ素材だね。ここはアルミ素材。ここはなんだろう。この重みは何だろうな、何の素材だろう、何だろう、ちょっと何の素材かわからないけど、ここプラスチックかな、ここがアルミかな。はい、これね、何かというと、名前がね、これか、こっちの方だね。よいしょ。てってってってて、ドックオーディオディスクスタビライザーと言われるものです。ディスクスタビライザー、レコード重量ターンテーブル、ビニールクランプ振動ダンパーというものです、これね。で、これね、どうも、どんな商品なのっていうと、これ、レコードに、レコードの上にポンってこう乗っける。だ、これ LP 専用になるのかな、どうなのかな。これさ、これターンテーブルがあって、これ EP レコード使うってけどね、あれだけど、LP 乗っけて、そこにこれこう、ほら、こう、はまるんだね。乗っかる中心の重りなんだね、これね。よいしょ。じゃあ、ちょっとね、アルバム1枚ちょっと見本で、うわ、なんでこれ下からになってるの、これ。これさ、おじいは絶対ありえないけど、LP レコードさ、こうやってしまう人いないよね。まあ、確かにこうやって置いとくと上からほこり入るからね。まあ、これおじいのお友達からの借り物なんだけど、こうはしまわないよね。
おじいは、おじいの場合は、これ、おじいは、こうか、逆かな？おじいどっち側でやったかな？というか、こっちからこうやって入れると出ちゃうしね、中身がね。で、逆じゃないよな。おじいはどうやってしよう。おじいやっぱこうかな。こうだな。で、EP は上がこうやってやったらね、こちらからこうやって入れるよね。LP はやっぱおじいこうだな。出ないとだって持った時にさ、下落っこっちゃうじゃん。だって、こうじゃない？こっからほこり入るのが嫌なの？いや、おじい初めて見てよ。こうやって入れたらだって、あれじゃない？なんか、ねえ、下まで行かない。こうちょっとこうやってやるために、ちょっと上にこうずれたりとか、なんかしないのかな？まあいいけどさ。まあそこまでお友達にケチつけないけどさ。おじいはそういう芝居方じゃないよ。あ、これはいいね。うん。これはね、これはおじいと同じ。この出る方を上にしてね。たまにさ、これさ、こうやって入れてる人いるんだよ。借りると。だからこれゴロゴロって出ちゃうんだよ。なんでこうやって入れるのかなって思うんだけど、普通こうだよね。ねえ。よっしょと。フィリップス。はい。大橋純からね、レコードは、フィリップスでございます。で、あ、そっか。これ、LP レコードだから、これ、ここのところ、ちょうど、ここの大きさ、ここの、こう、溝になってんじゃん、ほら。薄、見える、ほら。この溝に、ドンピシャだね、これね。これ、こうやって使うんだよ。で、このディスクスタビライザーを使うことによって、まあ、共振振動、ね、うん、なんか、いろいろぐるぐる回って、こうやって軽いからこうやってね、その共振振動について、回転速度を安定してくれる、ここの中心のね、重りによって。で、ノイズフロアを大幅に低減してくれる。ね、そして、純粋な信号検索を提供してくれる。そして、現実的な音を再現してくれる。そして、ステレオイメージとフォーカシングを改善し、サウンドイメージを安定化してくれる製品だそうです。いや、おじい初めて、なんか、そうだね、おじいあんまり、こういうものがあるっていうのは、あんま、こういうオプション、あんま知らなかったね。確かに、語ることが本とか見ると、こういうのはあるんだけども、なんか、ふーんって感じで、あんまり見たことがない。なんか、こういうのの重たいやつはあったけどね。あくまでも真ん中に、EP レコードでやして、これが鉄みたいのでできてるのは見たことがあるけど、これプラスチックだけどね。まあそういうもんなんだね。まあちょっと音は出せないけど、これプレイヤー電源は入るのかな。あ、入るね。じゃボリューム絞って電源入れないで、あ、そうだね。まあ上に上げたままでいいや。こっち持ってきて。はい。これで、はい。安定しております。おじいのね、ズームも安定しております。はい。こんな感じで。ね、まあ、レコードがね、ちょっとうねうねしちゃってるけどもね。うん、回転数はこれで、安定してくれるという代物みたいです。いやー、おじいは初めて知ったので、うん、じゃあでもこれ
あれだよね、音が変わるわけじゃないよね。あの、安定してそのレコードの、本来の速度とかね、あの、安定して回転をしてくれる、提供してくれるっていうね。まあ、こういうものだよね。で、これはあの、ちゃんとこうして使うことができるんだけど、これね、あの、まあ、おじいが持ってるプレイヤーは、普通にこうやって使うことができるんだけど、これちょっとこう死んでね、使うことができるんだけど、これ、商品によっては、この、名前なんだっけ？ディスクスタビライザーね。で、ターンテーブルによっては、そのスタビライザーによっては、こう、沈みすぎちゃってね、こう、ベルトみたいなのがこうやって回るんだけど、グーってこう、沈みすぎちゃって、で、あの、使えないっていうパターンもね、あるそうです。おじいもこれどんなもんなんだろうと思ってね、軽くググってみたんだけど、ピッピッしてみてね、あ、そういうもんなんだってね。で、おじいのこれは、あの、見ても、これ乗っけることによって、まあ、もう、微妙にね、これね、微妙ってかね、あの、まあ、確かに乗っければ微妙に、あの、動きはするけど、支障がある沈み方はしないね。さあ、これぐらいでいいかな、全部ね。さあ、乗っけてみるよ。せーの。はい、乗っけた。はい、撮るよ。せーの。はい、撮った。はい、もう一回下ろすよ。せーの。はい、下ろした。はい、撮るよ。せーの。はい、撮った。ね。これ、ターンテーブルを押してみるとね、ほら、こうやって、こうしてね、あの、真ん中を押すと、こうしてね、こうやって押すと沈むんだけど、重すぎて、このターンテーブルのね、これ、ダンパっていうのかな、これが柔らかすぎると、使えないものもあるそうです。これはね。で、元気なおじいにはさ、これは、バッチリとね、使える代物でございます。まあなんかこれすごいよね。まあ何の変哲もない、なんかあの、プラスチックとアルミの取っ手なんだけど、いや本当こういう木の箱に入って、なんか、うん、なんかへその緒みたいな、おじいで確かへその緒そこら辺にあったと思うけどね。あの、なんか厳重に包まれてると、なんかすごいって感じするよね。本当。まあそんなこんなで、まあ、目で見ていろいろ楽しむっていうのもあるんだね、こういうのはね。はい、そんなわけで今回はこのスタビライザーね、ノブサウンドさんから提供いただきました LP レコードの時に使うスタビライザー、こちらの方を紹介させていただきました。これあれかな、あ、そうだよね。そうだよね。シングルは使えないよね。これだって、これこうなってて、これその上からこうなるから。使えるのかな？使えないよね。これ、LP 専用だよね。だよね。だって、これ、あれだもんね。EP の場合は、EP の円盤の中に入るわけだから、その上にこれが乗っかって、でも重りとしての役目はあるけど、レコード盤を押さえるっていう意味はないよね。EP だとね。だからやっぱ LP 専用ってことだよね。その LP を押さえて、重りで安定して、ずれないようにってね。そういうのもあるんでしょ、結局。うん、まあ、おじい、あんまり難しいことよくわかんないんだけどね。おそらく、これについては、ね、モドキシアタさんがまた解説の動画作ってくれると思うんだけどもね、もしよかったらね、元気なおじのところにね、オーディオマニア歴45年のね、モドキシアタさんがいらっしゃるんでね、そちらのページの方も参考にしていただければ、ね、ノブサンドさんのアンプとかね、組み合わせて、本当に今研究してるんでね、いろんな知識満載なんで、もうそちらと合作でおじもね、どんどんちょっとこうパワーアップしていこうかなと思ってます。はい。というわけで今回はこのディスクスタビライザーを紹介させていただきました。
続いてね、もう一個、ちょっと名前忘れちゃったけど、何が来てるので、処置の方もまた全然わからないので、処置の方もね、見てください。そんなわけで、ディスクスタビライザーの開封は、ここまでになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。そして、この元気なおじいの、この動画のね、説明欄に、このノブサウンドさんの、このディスクスタビライザーの Amazon のリンクがあるので、もし興味のある方はね、そちらの方から直接商品の詳細を見ていただければなと思います。そして元気なおじいが、ここで紹介している商品、ノブサウンドさんから注文して、注文した後にお問い合わせからね、元気なおじいの動画を見て注文したよーってね、お問い合わせをしてくれると、後から、500円、ね、500円のキャッシュバックをしてくれますね。で、おじいが紹介してないものは300円のキャッシュバック対象になります。お問い合わせからね、元気なおじいの動画を見てよって言うだけで、ね、キャッシュバック対象になります。クーポンよりもお得だね、本当ね。そんなわけで、クーポンよりもお得になるのかな、知ってる人だけのお得だねって感じだね、これね。はい、そんなわけでね、ディスクスタビライザー必要な方はご利用ください。おじいでした。またね、バイバイ。